ちは。結構飲みましたね。お待ちしてましたよ。なあ。はい。春日さん、全資格の習得おめでとうございます。ありがとうよ。これもイカリア宮古市さんのおかげだ。そんな私なんて何も、ただ案内してただけでお役になんて立ってないです。何言ってんだよ。いつも笑顔で声かけてくれただろう。宮古市さんがいたから、こんなバカでサボり症の俺が最後までやり遂げられたんだ。感謝してるぜ、宮古市さん。春日さん、やっぱり素敵だな。ん？そうだ、資格をすべて取得した方には渡さなきゃいけないものがあるんでした。お、そうなのか。何をくれるんだ。その、二つあって、一つはここではちょっと渡せませんかね。なので、場所を変えましょうか。ついてきてくださいますか？え？あ、ああ。ここなら大丈夫かな。すみません、お付き合いいただいちゃって。いや、で、くれるってのは？はい、まずはこちらです。おお、卒業証書みてえなやつか。ろくに学校も出てなかったから、こういうの憧れてたんだ。大事にするぜ。喜んでいただけてよかったです。ああ、そういやさっき渡すものは二つあるとか言ってたよな。もう一つは？もう一つは、え、そのもう一つは私です。宮越さん？さっき私の笑顔に励まされたって春日さん言ってましたけど、私も同じなんです。いつも元気な春日さんの姿や、一生懸命試験に向き合う春日さんの姿、それを見て私も元気をもらっていたんです。宮越さんだから、卒業してもう会えなくなると思ったら私寂しくて、春日さんお願い、私の愛の検定試験受けてくれませんか？宮越さーん。春日さんってやっぱり思った通りの人です。どんな時でもすごく真面目で優しいんですね。そうかな。そのこれからも時々学校に顔出してくれますよね。もちろん顔でも何でも出します。はい。よかった。その修了証書と同じように私のこともずっと大事にしてくださいね。それじゃまた。資格学校入って本当に良かった。やあ春日くん。怒り。なんでもない、なんでもないぜ。春日さん、どの資格を受験しますか？
結構飲みましたね。春日さん、どの資格を受験しますか？こちらの資格、頑張ってくださいね。春日さん、どの資格を春日さん、どの資格を受験しますか？結構飲みましたね。